賞金総額は10万ドル、優勝賞金は日本円にしておよそ1000万円、そして優勝者には大阪ドームでの K-1 グランプリ出場チケットが渡されます。ルールは3分3ラウンド、10カウントでノックアウト、1ラウンドに3回のラウンドでノックアウトとなる3ノックダウン制です。マスピース、オッケー、ジャッジ。またなんか空手対決を思い出しましたね。そうですね、ジャゼンスキーが道着を着ての試合ということになります。まあ、クシャゼンスキー本当に体の試合は強いですよ。あのこのかかと落としのいいですよね、はい、これが得意の技、これが得意なんですよ。あの指導官の大会でもこれで優勝してますからね、はい、指導官の世界大会で世界大会のチャンピオンなんですね。チャンピオンなんですね。これ日本で行われた、はい、両国国技館で行われたんですね、はい、で極真時代のジャン・リビエル選手にも右サイド、ジャン・リビエル選手にも勝ってるんですよね、はい、ジャン・リビエルにも、はい、極真時代に勝利を収めています。あと簡単に効きましたね。おっと、もう一撃で倒そうとしますね、クチャゼンスキーは。いや、これは目が離せない試合。ジャン・クロードはもう日本でもおなじみでありますが、ジャン・クロードも狙ってますね。狙ってますね。カウンターマッチ合わせようとしてますね。はい、お互い一発ずつ効きましたね。効きましたね、効きましたね、うん、お互いやっぱりみんな一発ありますよ、トーマスはすごいパンチ力ありますから。そうですね、さあ、そしてこのコンビネーション、右左、そして右のローキック、なかなかくせ者って感じですよね。そうですね、右ストレートが伸びます。ジャン・クロード、こちらは地元アメリカの出身です。まあ、ジャン・クロード選手は本当に、まあ、優勝候補の一人なんですけども、そうですね、同じく優勝候補 の、 あのリック・ルーファーさんが全然問題にしないと語ってましたからね。そうですね、自分の敵はカーチス・シュースター、この後 うまくいけば準決勝で、当たるかというような、トーナメントの組み合わせなんですが、ということはもうこのトーマス・キチャゼンスキーというのはまず自分は勝てるというふうにジャン・クロードはもう読んでるわけですよ ね、 すね。お右ストレート、しかしこれは大丈夫。いや、でもキチャゼンスキーも本当に練習してますね、そうですね、もうねやっぱりちゃんとグローブ練習してきてますね。グローブしてますね、いや、この右のパンチ強いですね、キチャゼンスキー選手は。スキーは、非常にガードもしっかりしてますし、さあそして右のフック、この右強いですよね、嫌がってますね、ジャン・クロード、この人はあのアマチュアボクシングもやってるんで、6戦全勝 3KO というアマチュアボクシングの戦績があります。グローブマッチは全く関係ないですね、この人はね、鼻気にしてますね、さっきの当たりましたからね、さあ右のローキックが入ったところでどうだ、これはダウンではない、ダウンではない、ゴングが早かった。しかしトーマス・キチャゼウスキー、この表情、顔が歪んでいる。俺も膝が壊れたか、壊れてましたね、壊れましたね、これは、はい、一撃で破壊したか、ジャン・クロード、これはとても第2ラウンド TKO じゃないですかね、進めることができないかもしれません。さあ見てみましょう、この右効いてましたね。いや、しかし恐るべき破壊力。石井監督いかがですか、今の右のローキックは。ちょっと足がちょうど降りる瞬間に蹴られてですね、ちょっと角度的にすごく良かったんで、やっぱひねったって感じですね、はい、靭帯伸ばしたんじゃないですかね。やはり、トーマス・キチャゼウスキーは最終的には TKO ですね、そうですね、ゴングの後に入った流れで入った蹴りなんで、ゴング王子なんで、1ラウンド終了、 TKO という形になりまして、はい、そうですね、ジャン・クロードがトーマス・キチャゼウスキーの膝を破壊しました。ジャン・クロード準決勝進出を決めています。